はい、山田でございます。メンズエステの店長やらせていただいております。こんにちは。メンズエステビジネスやりたいっていう方からの問い合わせが多くてですね、で僕は動画などでね、そういった方たちのニーズにお応えできるような情報発信はさせていただいているんですが、例えば YouTube に関しても、1400本ぐらい動画があってね、自分自身がこれからビジネスやりたい方が欲しい情報がどこにあるかっていうのが探せない状況なんですね。それは問題があるんだけど、なので改めてここでね、これからメンズエステビジネスをやりたい方たち向けというのを続けて、参ります。一番多く聞かれるのはどうやったらいいの、何やったらいいのって、まずは何をやったらいいかっていうところなんですが、その話は次回にとっておいてですね、まずマインドセット、このビジネスをやる上での心をセットするという話をさせていただきますので、興味がある方はお付き合いくださいませ。で、なんでメンズエステビジネスをやられるんですかね。いろんなパターンはあると思うけど、とにかくメンズエステが好きで、俺が経営したらもっといいお店にできるっていうような方もたくさんいらっしゃると思いますし、もう一本収入が必要になったとか、収入の柱が必要になったとか、または脱サラするとか、会社をクビになったとかね、いろんなケースもあると思うんです。で、僕はだからもう何かやらなかったら生きている意味を見出せなかったので、何でもいいからやってみたかったっていう、そういう廃人系の方なんかももしよかったら聞いていただきたいんですけれども、まあね、スタートしやすいビジネスですよ。初期費用も低いしね、収益化というか飯を食える分を稼げるようになるにもそんなに時間はかからないし、また初期費用を回収すると考えてもそんなに他のビジネスよりは時間的にはかからない。なので本当にスタートしやすいビジネスではあるんですが、とはいえ自分の事業ですからね、小さくてもね、なのである程度腹をくくってやらないと、まあうまくいかない。それはどんな事業でもどんなビジネスでも同じだと思うんですが、メンズエステビジネスも例に漏れずやっぱり気合が必要というかね、何としてでもこのビジネスを成功させるんだと、いうことで、取り組んでいただきたいなと思います。で、成功っていうとね、それぞれ皆さんの価値基準によって違いますけれども、まあ、経済的な成功はまあできないですよね。言ってしまうと、メンズエステビジネスで経済的な成功をするというのはなかなか難しいと僕は思っております。ただ飯が食えるとかね、自分の生活ができるとか、とにかくこのビジネスで安定した収入を得る、または経済的なものでなくて、経済的なものじゃない成功というかね、例えば自分だったら、まあ、生きている価値を自分の中で見出せるっていうことが成功だったりして、そう考えると成功しているというか、今現段階ではね、このビジネスをなんとか回してね、セラピストさんに力を借りてね、そのセラピストさんが収入を得られて、そしてサービスの提供を受けるお客様がそれなりに満足しているっていうことであれば、経済的に成功しなかったとしても僕の中では成功している部類に入るかもしれません。自分自身の感覚で言うとね。なのでご自身の判断基準にはなりますけれども、絶対成功するんだと、どんな困難があっても諦めないんだっていう気持ちが必要でございます。で、いいところばっかり見えてる方もいらっしゃるとは思うんですが、他の仕事同様に、大変なこと、めんどくさいこと、嫌だな、ムカつくな、疲れるな、ね、この野郎って思うこと、たくさんありますよね。細かいそういうのが一気に押し寄せてくるようなタイミングもあってね、もうやってられないよって思うような機会だってたくさんあるんですよ。でもやっぱり最初スタート時やってやるんだと、そりゃ困難はあるだろうと、ただそれを乗り越えて地に足つけて頑張っていくんだ、どんなことが起きても俺は諦めないっていう気持ちがすごく大事ですね。で、なぜならね、普通に考えたら他人様が、やり始めて、めんどくせえって思ってやめた、もうやる気なくなっちゃったって言ってやめていくのは別にどうでもいいじゃないですか。僕にとってもどっちでもいいし、他の周りの人たちにとってもどっちでもいいことじゃん。自由だから、やめたきゃやめればいいわけだから。
ただそこで働くセラピストさんのこと考えたらね、一人か二人か少なくても、それぐらいの方と縁をしてスタートするわけだから、そのセラピストさんたちがかわいそうじゃん。そんな店長の下で働いていたりとかね、オーナーさんの下で働いてたりしたら、なんか疲れちゃったからもう店閉めるわっていきなり言い出すような、またはもう常に疲れためんどくせえって言ってるような店長さんの下で、いい接客サービス提供できないしね、セラピストさんがかわいそうだから、やっぱりやるからには石にかじりついてでもやりきるんだって。やりきるって言っても時間的なゴールはないからね、一生になるわけですけれども、まあ、力が続く限り、ですけれども、それぐらいのね、気持ちが必要です。例えばね、まあ事業家にとっては1日20時間働くとかっていうのも当たり前だろうしね、それこそそれがずっとは無理かもしれないけど、立ち上げの時とか、また要所要所で気合を入れて、働き続けるっていうのは当たり前だと思うんですけど、メンズエステのビジネスにおいてもね、1日2日分ぐらいは拘束されるというか緊張しているっていうような毎日なんですよね。だからサラリーマンの方がね、8時間勤務で毎日3、4時間ずっと残業してるよって言っても12、3時間じゃないですか。で、それはそれで大変だと思うし、もっと大変な会社もあるかもしれないですけれども、僕ら事業主だったり、まあ、小さい事業ですけれども、例えば1日20時間とか、まあ、18時間とか緊張してるのが毎日続くわけですからね、休みなんかないわけだから、そういうことを一つ取ったって、人によっては見方によっては、辛いことで厳しいことで苦しいことでめんどくさいことで疲れることかもしれないけれども、そういうのは当たり前だと思って取り組んでくださいね。で、僕は最初教えてくれた人がね、山田さん寝れないよって言われたんですけど、わかりましたと、それは頑張りますっていうことで、最初にやっぱりマインドセットしていただけたので、いい機会なので皆さんにもそういった気張ってやりましょうよと、命がけでやりましょうよって、いうことをお伝えしているわけでございます。まあ本当にいろんなことが押し寄せてくるからね、面白いですよ。でもそれ一つ一つが自分の成長、または自分のお店にとって成長する必要なことだ、必然なことだと、思って、例えば引き抜きとかね、ガサガサガサって例えば引き抜かれたりしたとするじゃん、僕はそんなに大きな被害を受けたことはないんですけど、ありがちじゃん、ライバル店とかと近いエリアでやってるような経営者さんはね、なんか客だと思ってたら向こうの店長でごっそり引き抜かれちゃったよみたいな話とかあるじゃないですか。そういうのもその瞬間っていうのはすごく辛いことで苦しいことで悲しいことで病むけど、ただ必要なことなんですよね。必然だったと思うしかなくて、で自分の人生またはお店を成長させる上で必要なことだったんですよ、ね、そういうのはと思ってね、とにかくやりきるっていうのが大事ですな。やむわとかね、店長同士オーナーさん同士でこの仕事やみますよねみたいな、冗談で話しますけど、腹の中では病んでる暇なんかないって思ってますよ、各店長。もう病んでるような暇ないっていうか、長く続けているメンズエステの経営者、まあメンズエステだけじゃないんですけど、これ実はね、だけどそんなね弱いメンタルじゃないですよみんな強い。だからね、ちょっとやってみてとかって考えてるぐらいだったら、やめた方がいいですね。時間もお金も損するし、まあ自分が辞めるんだから損していいんだけど、その人が辞めて損してもね、ただ人に迷惑かけるケースが出てくるから、セラピストさんとか、病んでいい加減になっちゃって店のこと何もしなくなっちゃって、ゆくゆくは待機してるのに電話取らなくなっちゃったりとかね、例えばだけど、そういうのとかもまあ想像できるので、ね、まあ全然サポートしないとか困ってる時に来てくれないとかね、まあいろんなことあるけれども、ということでね、やるからにはまあどんな困難が来ても俺は大丈夫だというマインドを持てた時に初めてスタートしていただきたいですな。困難は来るから、そして今までやってきた仕事から、メンズエステをやり始めるわけじゃん。それがダブルワークかシングルワークかわからないけれども、そういう方が多いじゃないですか。なので今までのマインドで今までの感覚でやっていたら今まで通りですよっていう、俺に言われたくないと思うけど自分がそうだからね、
決して人生うまくいってなかったわけですよ。だから病んでたし、もう生きている意味ないなって思ってたわけですよ。だから次のビジネスは、次の仕事は何としてでも成功させなきゃいけないっていうことで、今までのマインドじゃないマインドで挑んだわけですよね。それで挑んでもこのレベルですけども、だから今までの感覚で、じゃあ次の仕事は免税制だな、ちょっとやってみようぐらいじゃ何にも変わらないわけ。もっと命がけで、このビジネスだけはね、免税制がそういった、なんていうかな、気合を入れるビジネスかどうかはわからないけれども、ね、恥ずかしいと思う方もいるかもしれないけど、いやいや、そんなことはない。どんな仕事でやっても、自分の命をかけてやるんだっていう、気持ちであれば成果は出せるし、そうじゃなかったら やらない方がいいぐらいですよ。今までの結果で満足してないから免税制ビジネスに挑戦するのであれば、やっぱりそれはマインドから変えていかないと、少々のことでも、病んでられないぞって、少々のことでも全て乗り越えてやる。乗り越えられなくても、耐えてやるとかね、とにかく続ける、諦めないっていう気持ちがすごく大事です。どんなビジネスでも一緒ですけどね。ということで、次回からノウハウ的な部分、ババッとちょっと思いつく限り、そして、お問い合わせが多い内容を特にね、お話しして、参りますので、まあ一度聞いた方とか、もうすでに経営されてる方は興味ないかもしれないけど、これからビジネスやりたい方にとっては、有益な情報発信ができるんじゃないかなと思っておりますので、機会があったらまたご覧くださいませ。ということで終わります。ありがとうございました。